ちょっと志保、あんた姉である私に隠し事をするなんてひどいじゃない。何のことかなお姉ちゃん。しらばっくれちゃって悪いけど、もう私は全部知ってるんだからね。お母さんからすでに写真も見せてもらっちゃった。あんたが婚約した春樹さん、結構いい男じゃない。嘘、なんでもう知ってるの。お母さんにはお姉ちゃんには秘密にしてって頼んだのに。私に甘いお母さんがあんたの秘密なんて守ると思う？私が泣きついたらすぐに教えてくれたわよ。お姉ちゃんだし、やっぱり知っておいた方がいいわよねって。結婚式も数ヶ月後を予定しているみたいね。もうお母さんったら、あれだけお姉ちゃんには言わないでって言ったのに。あんたごときが私に隠し事なんて無理なのよ。それよりもあんたの婚約者について話があるんだけど。何？お姉ちゃん好みの顔でもないし、自分よりも可愛くない妹の婚約者なんて、お姉ちゃんにはどうでもいい話でしょ。そうね、全然好みじゃないわ。でもお母さんからいいこと聞いちゃったのよね。あんたの婚約者って会社経営してるんだって。それってつまり社長ってことでしょ。そんな人と結婚したらあんたは社長夫人になるってことでしょ。経営者は本当だし、結婚したら肩書きは一応そうなるかな。でも別に社長夫人だからってすごいわけでもないし。何言ってるのよ。社長夫人ってだけでみんなに羨ましがられるでしょうが、この私にぴったりの肩書きだわ。え？それだけじゃないわ。社長である旦那のお金も妻なら何でも自由に使い放題。エステにブランドバッグに旅行に圧倒的な勝ち組よ。そんな最高な人生、妹のあんたにはもったいないわ。志保、悪いけどあんたの婚約者私に譲りなさい。またお姉ちゃんはそんなわがままばかり言って、そんな譲るのが当然みたいな言い方されても困るんだけど。はあ？ブスは美人の姉に何でも譲るのが当然でしょ。それにあんたの婚約者だってどうせ結婚するなら美人な妻をもらえた方が嬉しいでしょ。そういうわけで私があんたの彼氏と結婚するんだからね。彼にはあんたから新婦変更を伝えておきなさいよ。ちょっとお母さん助けてよ。またお姉ちゃんがわがまま言い出して大変なんだけど。何が大変よ。ちょっと婚約者の春樹さんを譲るだけじゃない。いいから、あんたはお姉ちゃんの言う通りにしておきなさい。そうやってお母さんはいつもお姉ちゃんの味方ばっかりするんだね。私が買ってもらったおもちゃも服も時計も財布も全部お姉ちゃんが気に入ったら譲ってあげなさいって。今まで我慢していたけど、さすがに今回は婚約者だよ。譲るなんてできないよ。なーに急に熱くなってるのよ。こんなのいつものことでしょ。婚約者だって譲るの簡単じゃない。はあ？だいたいね、買ってあげた服やおもちゃたちも美人なお姉ちゃんの方が似合うんだから仕方がないじゃない。服やおもちゃだって綺麗な子に使われた方が本望よ。じゃあ何？お姉ちゃんほどの美人でもない私は自分のものを奪われて当然なの？当然よ。あんたさえ我慢すればみんなが幸せになるんだもの。それで十分じゃないの？え？それにどうせあんたなんて結婚したとしてもブスだからすぐ浮気されてバツイチの出戻りよ。お姉ちゃんの彩香はそんなあんたの未来を助けてあげたのよ。何よその無理やりな理論は。それにブスだから浮気されるって私に失礼だと思わないの？何よ、あんたがブスなのは事実でしょ。それに歴代の彼氏だって美人なお姉さんを好きになったってあんたはいつも振られているじゃないの。あれはいつもお姉ちゃんが邪魔するからだよ。妹の彼氏に思わせぶりな態度をとってわざと奪ってるの。妹の彼氏をいとも簡単に落としちゃうなんて本当に彩香は美人だね。若い頃の私そっくりで鼻が高いわ。はあ？とにかくいつも通り我が家はお姉ちゃんが絶対なの。分かったら婚約者を譲りなさい。いいわね。あ、もちろん結婚式もお姉ちゃんに譲るのよ。ちょっと志保、彩香から聞いたけどあんた今日の結婚式を欠席するんだって。うん、だから私の分もお母さんたちが祝福してあげてよ。まったくあんたって子は婚約者を取られたくらいで欠席なんて面倒な子ね。
妹なら姉の結婚式を祝福して当然なのよ。たとえそれが自分の元婚約者だとしてもね。当然って、それはおかしいでしょう。もうお父さんやお母さんたちの出来合いにはうんざりだよ。そんなにお姉ちゃんが大好きならもう私には構わないで。今さら子供みたいなことを言ってんじゃないわよ。可愛い子は親に可愛がられて当然なの。はいはい、それが我が家の家訓だもんね。お姉ちゃんは確かに綺麗だけど、でもだからって私がここまで何でも取り上げられてお姉ちゃんのわがままに振り回されるなんてもう限界だよ。婚約者も結婚式も譲れだなんて頭が狂ってるとしか思えないね。私こんな家からはもう出ていくから。つまりお父さんとお母さんが狂ってるとでも言いたいの？顔が可愛くもなければ親を侮辱までするなんて、しかも育ててあげた恩も忘れて出ていくですって。今日はお姉ちゃんの結婚式だっていうのに。ああそうだよ。あんたは本当に最低な子供だね。こんなめでたい日に絶縁宣言なんて上等よ。お姉ちゃんがあんたの婚約者と結婚したいって言ってるの。妹なら譲って当然。文句があるならとっとと出ていきなさい。だからこの日を待ってたよ。え？お姉ちゃんに伝えておいてよ。結婚おめでとう。どうぞお幸せに。妹も最愛の人と結婚して幸せになりますってね。最愛の人と結婚ですって？婚約者も結婚式も奪われたからってついに壊れたのかしら。志保、あんたにはもう婚約者も新郎もいないでしょうが。全部お姉ちゃんの彩香に譲ったんだから、あんたは結婚なんてできないんだよ。できるよ。だって本物の婚約者が、いや新郎が隣にいるもん。は？私今日ひっそりと彼と結婚式を行うの。そして席を入れて彼の奥さんとしてこれから生きていくの。二度と実家には戻らないから、私のことを忘れちゃっていいからね。ちょっと待ちなさい。本物の婚約者ですって？何を言ってるの。あんたの婚約者はお姉ちゃんに譲ったじゃない。そしてその彼と彩香が今日結婚式を挙げるのよ。その人偽物の婚約者なの。私がお姉ちゃんのために用意しておいたんだ。は？ほらお姉ちゃんってわがままな上に私を困らせるのがすごく好きでしょ。だからそんなお姉ちゃんなら絶対に私から婚約者を奪うと思って、わざと奪われても大丈夫な偽物を用意しておいたんだ。なんですって？あ、でもちゃんと安心してね。偽物とはいえ春樹さんはちゃんとお姉ちゃんのことが大好きな人だから。お姉ちゃんは社長夫人の肩書きさえあればいいって言うし、結婚は問題ないはずだよ。何を言ってるのよ。だってそんな偽物って、そんなどこの馬の骨かもわからないやつと彩香が結婚だなんて。簡単に説明すると、私の本当の婚約者の友達の後輩のバイト先の先輩だよ。はあ？バイト先でお客さんとして来たお姉ちゃんに春樹さんが一目惚れしちゃったみたいでさ、どうにかお近づきになりたいって必死にコネを探しまくったんだって。それで私と彼のことを突き止めたらしくて、どうやったら君のお姉さんと結婚できますかって相談に来たの。とにかくお姉ちゃんのことが好きでたまらないんだってさ。それを利用してあんたはお姉ちゃんや私たちを騙したっていうの？騙したって失礼だね。私はお姉ちゃんに恋する春樹さんを応援しただけだよ。自分の見た目がコンプレックスだって言うから、お店に一緒に行って服や外見を整えたり、絶対に告白がうまくいく方法として妹の婚約者って立場を用意してあげたり。それを騙すって言うのよ。あんたって子は本当に信じらんない。お姉ちゃんに偽物の婚約者を差し出すなんて。おとなしく大事な婚約者を差し出せって方が私には信じられないけどね。じゃあ私そろそろ結婚式が始まるから、お姉ちゃんとお父さんにもよろしく伝えておいてね。志保、あんた私を騙すなんていい度胸じゃない。まさか偽物の婚約者を差し出されるなんて、やられたわ。ブスの妹がこの私を騙すなんて本当にありえないわ。そんなこと言わないでよお姉ちゃん。偽物とはいえ私から婚約者を略奪できて楽しかったでしょ。春樹さんも念願のお姉ちゃんと結婚できてみんな幸せだよ。無事に挙式も終わったみたいじゃん。ええ、終わったわよ。今さら中止になんてできないし、結婚式は挙げたわよ。友達も親族もいる前で中止なんて私にはできないからね。さすが
プライドだけは高いお姉ちゃん、そうだと思ったよ。ちなみにこちらも挙式が終わったところ、家族も友達も呼んでない小さな式だから、二次会も披露宴も何もなく無事に終了だよ。私を騙しておいて幸せそうね。ほんとムカつくわ。でもね、志保、今回だけは特別に許してあげるわ。そんな心の広い姉に感謝しなさい。え、どうしたの？あんたが私を騙したって聞いてすぐに春樹さんを問い詰めたのよ。じゃあ会社経営してるっていうのも嘘なのかってね。そしたらそれは本当だよって言うんだもの。予定通り社長夫人の肩書きが手に入るなら、偽物の婚約者だろうが誰だろうがどうでもいいわ。社長夫人になったら旦那さんのお金を好きに使うんだっけ？エステにブランドバッグに旅行もだっけ？そうよ、ブスな妹に騙されたストレスなんて散財すればすぐに解消よ。なんてったって私は社長夫人だもの。どうせ最初から愛なんてないし、お金と地位さえあれば何にも必要ないわ。さすがお姉ちゃん、お姉ちゃんならそう言うと思ったよ。どうせあんたの結婚相手なんてろくでもない男でしょ。だって姉である私じゃなくてブスのあんたを嫁にもらいたがるような男だもの。あんたなんてせいぜい同じ底辺同士の男と結婚していなさい。結局社長夫人になるのはこの私なんだから。うん、社長夫人の肩書きはお姉ちゃんにこそぴったりだよ。でもね、お姉ちゃん、お姉ちゃんのこれからの肩書きは年収200万の社長夫人だからね。へ、春樹さんは確かに会社経営しているけど、立ち上げたばかりで会社の売り上げはまだ0円なの。一応春樹さんは前までコンビニフリーターで、その時の年収が約200万って言ってたから、今のところは年収200万の社長さんってところかな。お姉ちゃんはその社長夫人になれたんだよ。はあ、ちょっと待ってよ、年収200万ってコンビニフリーターって嘘でしょ。そんな会社社長なんて見たことないわよ。そんなこと言わないであげてよ。春樹さんはお姉ちゃんのために会社を立ち上げたんだから。え、春樹さんって本当にお姉ちゃんのことが大好きみたいでさ、見た目も整えて私の婚約者って設定も作ったのに、こんなんじゃ絶対足りない、もっと確実に結婚できるようにしたいってお姉ちゃんへの熱量がすごいのよ。そこで冗談半分で社長の肩書きがあるといいかもって提案したら、翌日すぐに資本金30万の会社を作ってきたんだよね。なんですって？会社内容が決まってなくてもまだ売上は0円でも会社の立ち上げはすぐできるからね。そしたら社長にだってすぐなれるし、冗談のつもりでアドバイスしたけど、こんなに効果絶大だとは思わなかったよ。ふざけんじゃないわよ。何よそれ、偽物の婚約者でも社長ならいいって思ったのに、それも嘘だなんて信じらんない。落ち着いてお姉ちゃん、社長なのは嘘じゃないよ。ただお姉ちゃんが期待するような会社の売り上げがまだないってだけだから。そこが一番大切なのよ。ふざけんな、こんな結婚式即中止だよ。中止ってもう終わったんでしょ？友達や親兄弟からご祝儀もらって盛大に祝ってもらったんだよね。ああ。ちなみに春樹さんの呼んでるご両親や友達は全員エキストラらしいよ。なんですって？結婚式費用にエキストラ費用に今までのバイト貯金全部投げ打ったんだって。でもそれぐらいしてでもお姉ちゃんと結婚したいって熱く語ってて、愛って素敵だね。お姉ちゃんはきっと幸せになるよ。それじゃあお姉ちゃん、元気でね。世間の目を気にしたお姉ちゃんは結局春樹さんと離婚せず、 SNS では今日も豪華なディナーに連れてってもらったなどと嘘の社長夫人投稿をしているみたいです。そして夫となった春樹さんは絶対に彼女を幸せにしてやるんだと立ち上げた会社を頑張っているようですが、頑張れば頑張るほどなぜか赤字が増えて、それを両親が援助していると聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。